機械設計からスタートし、40年以上の業歴を持つダイコーグループ。マニュアル制作や技術翻訳、システム開発、技術系人材サービスへと業用を広げ、エンジニアリング分野のプロ集団として、国内外の大手製造会社を中心に、多様な業務サービスを提供しています。やはりいい図面ではなく、いい機械を作れるようにと自分で考えて、お客様目線での仕事をすることです。自動車知識はもう僕に聞いてくれたら分かるよっていうぐらいの自信を持って、僕がこれを翻訳しました、チェックしましたよっていうのを、声を大にして言える。チームのメンバーの人だったり、先輩だったり上司の人たちと、まめで細かいコミュニケーションを取るように心がけてます。ダイコーグループが活躍する分野は、自動車、航空機、工作機械、産業機械、半導体、医療機器、エネルギー、ICT など多岐にわたります。現在、国内外のグループ11社で構成。各社の得意技とグループの合わせ技により、大手製造会社に最適なソリューションを提供しています。ダイコーグループの強みについて、浜本社長に話を聞いてみました。機械設計の技術者集団としてスタートし、浜本会長の先見性とチャレンジ精神により、お客様の困りごとを解決したいという思いから、お客様からチャンスやご支援をいただき、グループ事業を拡大してまいりました。当グループは製品を持ちませんので、社員の人間力、技術力、そしてお客様のご支援がなければ事業拡大はできていませんでした。その代表例として自動車メーカーの株式会社スバル様とマニュアル製作の合弁会社を立ち上げさせていただいたことは非常に大きな強みと考えております。長年のノウハウから培われた高度な技術を持つダイコーグループ。例えばエンジニアリングサービスを手掛けるダイコーテクノでは、自動車をはじめとする飛行機、船、電車といった乗り物においてデザインや安全性、品質向上を支援しています。現場で話を聞いてみると、僕は今印刷機械の設計をさせていただいておりまして、お客さんから、いただいた図面などを元にして、お客さんが仕様に合わせたように再度設計し直したり検討して問題がないかとかを調べています。実際に動いている機械なので、不具合があった場合にその原因を解析で評価するんですけど、原因が分かったら今度は対策をどういうふうにしたらいいかというのも自分で考えて、こうした製品作りにおいてエンドユーザーへの配慮を第一にするのはもちろん、作り手の気持ちになって生産要件を満足していくことが重要な任務だといいます。英語や中国語でのマニュアル作りなど技術翻訳も手掛けており、数多くの実績を重ねた専門チームが世界に発信されるメイドインジャパンをサポートし続けています。そうですね、自分が元整備士だったっていうのもあるんで、僕らから見たらお客さんはもうマニュアル製作会社から仕事もらってるんですけど、見るのは整備士さんたちなんで、その方たちが迷わないような分かりやすいマニュアルを作るように心がけてます。もちろんすでに出来上がっている原稿っていうものはあるんですけど、それをただ単にじゃあ別の言語に置き換えるっていうだけじゃなくて、例えばこういう表現を使ってみようとか、こういう言葉の方が分かりやすいかなっていう、その作業者、翻訳者、チェッカーの、一工夫がやっぱり出来上がった成果物に滲み出てくるのはすごく面白いところだなと。さらに ICT 化も進めています。業務管理のシステムを作ってて、具体的にもその月だったり日ごとだったり日ごとの売上だったり支出だったりを登録して、でその計上を行ったり、あとテキストのファイルを印刷できるようにしたりしてますね。こうした設計や解析、マニュアル、翻訳やICT といったサービスをワンストップで支援するダイコーデジタルトランスフォーメーションサービスという仕組みを整え、中堅、
大手製造業向けに全国営業を本格化しています。ダイコングループ各社の得意技を ICT 技術によって合わせ技とすることにより提供価値の高い新しい提案として DDX ダイコデジタルトランスフォーメーションサービスをリリースすることになりました。ダイコテクノや産業技術が得意とする設計解析情報をダイテックが得意とする電子マニュアルに取り込み、ダイコ IWS が提供するクラウドサービスによってお客様に活用いただけます。電子マニュアルはアビリティインタービジェンスソリューションズが多言語翻訳することにより世界各国で活用いただけます。技術者集団としてグループの組織力を生かし製造業の発展をサポートするダイコグループ、社員に求めることとはどんなことなのでしょうか。まずは当然ながらグループ各社の業界でトップレベルのプロと呼ばれる人材になってもらうことです。プロ人材になることで個人個人の自信ややりがいにつながります。合わせてダイコグループは人との交流による業務が多くありますので、人間力を高めてもらいたいと思います。ダイコグループの今後に向けてどんな未来を思い描いているのでしょうか。グループ事業の発展と安定はもちろんですが、ダイコグループ独自のブランドを世の中に打ち出すことです。この数十年で培ってきた知恵や技術を生かしたナレッジビジネスによる顧客支援を強化しながら、お客様と社員のオンリーワン企業を目指してまいりたいと思っております。